ダーウィンバッツの実行画面ダーウィンバッツはカルロコミスが開発したオープンソースの人工生命シミュレーションソフトウェアである。ボットと呼ばれる多数のデジタル生物が存在する仮想環境を提供するソフトウェアであり、この環境内でボット同士が相互に影響を与え合いながら資源を求めて競合し自己複製を行い進化していく。 アビダがコア戦争の人工生命版であると言われているのと同じ意味で、ダーウィン・バッツはシーロートスの人工生命版であると言える。ダーウィン・バッツの設計原理は他の多くの人工生命シミュレーターとは根本的に異なっている。要点を分かりやすくするため、アビダとの違いを主に取り上げる。他のシミュレーターではデジタル生物に対してごく基本的な命令と能力のみが与えられ、 デジタル生物の修正はそれらの能力を積み上げた結果として表現される。より複雑な修正もこれらの積み上げにより形成される。ダーウィン・バッツでは比較的高度な能力がデジタル生物に与えられているため、より複雑な修正が形成されうる。例えばアビダでは自己複製は多くの命令を組み合わせる必要のある複雑なプロセスであって、個々のプロセスは個体ごとに異なる場合もある。 一方、ダーウィン・バッツでは完璧な自己複製がわずかに命令で実現される。従って、ダーウィン・バッツは能力の最適化ではなく行動の進化をシミュレートするものだと言える。アビダなどのシミュレータでは進化していく人工生物に対して非常に限定された適合度関数を定義している。例えば、特定のタスクを行った生物に報酬として エネルギーを与えるといったものである。ダーウィン・バッツでは、個々の生物の適合度は全くチェックされない。エネルギー供給は、シミュレーション開始時に植物とみなされた個体と、その子孫に対して、均一に行われる。その結果、実際の生物と同様にそれぞれのボットは、生き残ることと自己複製することの能力にのみ特化して、進化していくことになる。そのため、 他の人工生命シミュレータに比べてダーウィン・バッツは実際の生物との比較がより容易なのである。しかしこの点は、もろはの件でもある。外部的な適合度関数が全くないため、その能力が生存に適しているのかどうかを判断することが非常に難しいのである。このことは特に新しいユーザーの不満を引き起こしやすい。ダーウィン・バッツの開発や変更を行うメンバーに対しては、 人工生命の学術的知識を要件としていないため、ダーウィンバッツのプログラムは知的なものではあるが、専門家以外の人々にとっても理解しやすいものとなっている。また、わかりやすいユーザーインターフェースとツール群を備えているため、ホビーストにも人気がある。ダーウィンバッツはビジュアルベーシックで開発されているため、開発時間が短くて済むという長所はあるものの、 Windows 以外の環境への移植は妨げられており、複雑なデータ構造がそれに拍車をかけている。そのため、現在はビジュアルベーシックから CA の移植が進められている。ダーウィン・バッツのプロジェクトに参加しているメンバーには、職業的な人工生命の研究者はおらず、まして人工生命分野で論文を発表するようなこともないため、ダーウィン・バッツの学術的基盤は、 基本的な専門家評価すら受けたことのない不確かなものである。コミュニティ内にはダーウィン・バッツを本物の研究基盤に乗せようという緩やかな動きもあるが、今のところダーウィン・バッツは人工生命の分野ではほとんど知られていない状態である。ありがとうございます。